あなたの目の主治医、眼科医の大原千佳です。今日はコロナの影響で近視が増えているのを説明します。チャンネル登録がまだの方はぜひ登録をして動画を見過ごさないようにしてください。今日はコロナの状況で近視が増えているのかっていうことについて説明します。最近結構ニュースとかでも結構こうお子さんのコロナの影響でこう近視が増えているんじゃないかっていうふうにメディアでも取り上げられているんですが、眼科医のコミュニティサイトとかを見てもそういう印象があるっていう眼科の先生たちは結構多くいらっしゃいます。で、実際にずっとコロナの時に春、大体春、5月6月ぐらいまでに検診って学校はあるんですが、今年はちょっとコロナの影響で遅れてしまってですね、もう今11月ですけれども、うちの眼科にも最近検診が終わったっていう小学生たちがたくさん来てます。で、大体プリントをもらう ABCD の段階でもらうんですけれども、A は 0.9 以上の視力のお子さんですね。だからそれ以下の子たちはみんなもうプリントをもらって眼科行ってくださいって言われるんですが、そのプリントを持っていらしているお子さんは、ほぼほぼもう皆さん近視が進んでますね。あとコロナと関係なく、前からどんどん近視のお子さんが増えている、日本でもそうですし、あと世界でもすごく増えているっていうのは問題にはなっています。だからコロナだけの影響ではないと思うんですが、やはりこう外にいる時間が短くなっている、で外にいる時間が長い方が近視が抑制できるっていうふうなものもデータがありますので、もしかしたらそのコロナでですね、お外にいる時間が極端にやっぱり減ったっていう、1日1回外に出ている、1日1回以上出ている子は半数以下っていうデータもあります、そのコロナの以降ですね。なのでもしかしたらそういう外遊びの減少も影響しているかもしれませんし、あと近くを見る時間がやっぱ3時間以上長い子は3時間以下よりもやっぱり進んでいる、近視が進むっていうデータもありますので、コロナ禍でオンラインで授業があったりとか、ずっと家にこもっててっていうこともそういう近視が進んでいってる可能性、その原因になってる可能性はありますね。で、そういうパソコンの時間とかがもう平均的に小中学生がアンケートをやると80分ぐらいで、ちょっと前までの20分以上も長くなっているっていうデータもありました。なので今後もこれからオンライン授業が進んでいったり、塾もオンラインになったり、そういうパソコンやメディア、そういうものを使う時間が本当に増えてくると思うので、かなり意識してそういう時間を短くするようにしなきゃいけないんですけど、でも結局授業がそれになってしまったら短くすることはできませんよね。ですから必ず見なくちゃいけないもの以外はもうなるべく見ないようにするっていう方が目にとってもいいんじゃないかなとは思います。で、そういうデジタルデバイスを使っていく学習っていうのは今後増えていくと思うんですけれども、やっぱりそういう光ですね、ブルーライトだったりとか、あとこう光る、あと動く、すごく刺激が強いんですよね。で、瞳孔がこう光が当たるとこう瞳がちっちゃくなって、やっぱり目の中のこう動きも強くなったり、あとちっちゃいものを見てる時ってこう内側に目ん玉を寄せなきゃいけないので筋肉も使えますし、すごく疲れやすいです。なので、疲れっていう観念から言うと髪の方が疲れにくいですよね。反射もないですし、であとはそういう一方方向な動画とかはズワーッとこう脳に入ってくるんですが、あんまりこう脳が実は動かないっていうのもありますので、自分でこう考える力っていう方がやっぱりいいって言われてます。頭のこう脳の発達的にはですね。だからずっと一方方向ばっかりのこう、例えばインターネットで検索とかして動画を見ているとかだけだと何も考えなくなってくるって言いますので、そういう意味ではちょっとこう自分でこう立ち止まって考える時間を与えられるような、媒体の方がいい、本を読むとかですね、イマジネーションがやっぱ働くので、だからそういうイマジネーションが働くようなものを大切にしていただきたいなとは思います。今日は、コロナに対して近視が増えているのかっていうことについて説明しました。あなたの目の主治医、眼科医の大原千佳でした。